ニューゲート。はい、アニメですね。私がコミカライズ大ファンのザ・ニューゲートがついにアニメ化されました。はい、ついにね、うん、僕楽しみにしてました今日。だってな、まあ、なんでね、長澤さんがこんな楽しみにしてくださってるかって言いますと、ザ・ニューゲートのファンがもしかしたら僕だけしかいない可能性があるんですよ。で、僕と同じぐらいのファンいるかなと思って X でちょっと探したんですよ。はい、したら結構いました。あ、いるんだ。結構いましたって思って、うん、パッて数えてたんですよ。20人ぐらいいるなと思ってたら、そのうちの 18ツイートぐらいが同じ人でした。あんまりいないんだ。なんかプレゼント欲しさにすごいツイートをして。ちなみに中根さんはこの作品今何パーセントくらい興味持ってます？これはね、まあ 100% 見ようと思ってるのは、はい、まあ、それこそ P さんの一押し作品だから、今回、うん、まあ、紹介動画を聞けるということで、うん、本当に知識をね、まあ、入れなくて楽しみにしてるんですよ。どんだけ楽しい作品なのか、B さんからあのワクワクさせてくれるのか。あ、なるほどね。もうだってめっちゃ詳しいわけでしょ。まあそうですね、うん、ただこの動画がまあ5分弱なんで、うん、まあ、まあ伝えられるものが少ないんですけど、はいはい、まあ、まずね、これ奇跡の作品なんですよ。なんでかっていうと、はい、いつか あの僕らが撮影した動画で、はい、なんか全く関係なく僕がいやザ・ニューゲートアニメ化してほしいなみたいなことを言ったんですよ。はいはい、したんですよね。その一週後ぐらい。え、そんなにすぐだったっけ？そう、決まりましたみたいな。まあ、1ヶ月後ぐらいだったから、うん、なって、中田さん、ザ・ニューゲート決まりましたよっていうような奇跡の作品なんですよ。はいはいはい。で、それが、しかも、なんと春アニメでやってきたということで、うん、まあ、すごい楽しみにしてて。で、中田さんも多分それで興味を持ってくれてるっていう状態なんですよ、今。さらにね、ピザも、今、一番推してる瀬戸麻美さん。一番推してるっていうか、中田さんのせいで、中田さんのせいで僕が推しを降りたんですよ、高橋。はい、いいですか、まあ、ちょっと今の推し、瀬戸麻美さんです。今の推しは瀬戸麻美さんです、うん、あ、そうね、動画の公開順的にも多分俺は今瀬戸麻美さんが好きってことになってると思うんですけどまあ詳細はあれですね、うん、このスマのちょっと動画見てほしいんですけど、うん、まあそう、瀬戸麻美さんがね、ヒロインをやられてるということで、うん、だからもう最高じゃないですか。まあ最高です。大好きな作品がアニメ化されて、瀬戸麻美さん、はい、で、制作会社もいいところですか。制作会社は、ちょっと、あんまり良くないとこって、良くないとこって変よ。良くないとこで、俺はアニメ化してくれてるだけ嬉しいから、そこの制作会社さんにはありがとうってめっちゃ言いたいけど、その、有名なとこではない。はい、いや、でも関係ないよ。うん、熱量だ。熱量の問題だ。そう、熱量の問題です。うん、はい。で、ファンもやっぱその、アニメ化してくれてることで、うん、もう、すごい出ちゃってるから、シェルが。まあね。そう。で、もうちょっとわかんなくなって、もう、例えばもう本当に白黒の絵とかでもう、うわーってなるぐらいのレベル感なんですよ。でもさ、うん、これってなんかその今話題になってるわけじゃなかったじゃん。このニューゲートをどうしてもアニメ化したいっていう、まあ、監督と制作会社の意向があってアニメ化されてるんでしょ。そう、だから多分そう、制作陣の中に好きな人がいるんじゃないかと、うん、あだよね、うん、いるんじゃないかと思ったんです。でもそんな基人いるかなと思っていや、で、ちょっと内部的に分析してみたわけです。はいはいはい、はい、そしたら、そのまずこのザ・ニューゲートなんですけど、まあ、ナロー作品なんですよ、うん、ナロー作品で14巻までコミカライズが出てる。はいはいはい。で、2024年3月時点では電子版を含めたシリーズの累計発行部数なんと270万部。ああ、少ないんだね、結構ね。そう、これがなんか俺多いのかどうか分かんなくて、あ、まあそのほらジャンプ作品とかでいつも聞いてるから2200万部とか、まあまあね、ファブルとかはちょっと異常でしたけど、はい、これどんぐらいかなと思ってコミカライズそのラノベでちょっと調べてみたんですよ、うんうん、シリーズ累計発行部数、まあレジェンド妖術は900万部だったんですよ。あ、そうなの。ってことは、それのまあ4分の1、まあ、3分の1ぐらいか。なんで、まあまあまあすごい。まあでも14巻まで出てるからね。うん、すごいんじゃないかなと思って。ストーリーはね、ちょっともうアニメ、まあ見てもらったらいいんですけど、なんですけど、この魅力を考えたんです、僕。うん、一週間もう一回読んで。何が好きなのか。そう、なんで俺がこんな好きなのかっていうのを読んで。うん、そしたら、やっぱりこの14巻またね、もう何回も読んでるんです、僕。うん。全然苦じゃなかったんです。まずここ、うん、まずここ。だからそれぐらい面白いってことなんです。で、じゃあこれなんで読んでられるんだろうって考えたら、キャラクター、まあ俺杖系なんですけど、はい、この俺杖の中に主人公のシーンがちょっと謎があるんです、うん、で、その謎が見え隠れするんですよ、はいはい、で、あんまりストーリーに関係ないとか、でも関係あるみたいな、うんうんうん、っていうのと、その主人公の周りのかつて最強だったキャラクターたちがこの500年後の世界に転移してどうなってんのかっていう謎があるんですよ。で、そのみんなが転生するの？いや、違うんですよ。わかんないんですよ、それは。ああ。そう、わからないんですけど、そのゲームの設定の中にいた人たち、うん、まあ NPC とかね、プラス一緒にプレイしてた最強たちっていうのがどうなってんのかっていう謎があるんですよ。ああ、そういうことか。そうそうそう。そう、だから、俺、ただの俺杖系じゃなくて。ああ、そういうこと。じゃあ、あれじゃない？妖術の転生系みたいな感じ。ああ。主人公のさ、綾小路っぽいじゃん、その。俺杖だけどみたいな謎があって。僕、綾小路って、
男性キャラクターの中で一番好きなんで、ちょやめてもらっていいですか。もうザ・ニューゲートのシーンと比べるのはちょっと失礼です、うん、あ違う失礼です、ね、いや好きですよ、シーンも本当に好きなんです。いや好きですけど、シーンも好きなんですけど、僕綾小路が一番好きなんで、うん、はい、で、なんかこのシーンの魅力中澤さんに分かってもらうために、なんか誰か引き合いに出したいなと、うん、したら、似てるのが、うん、ラグナクリムゾンのラグナ。あ、そういうことね。そう、もうだから超男からあの好かれる系の熱いやつなの。そう、なんか中澤さんが嫌いになるようなタイプじゃない。中澤さんがね、一番大嫌いな男性キャラクターって水志のシュンっていう、あの俺だけレベルアップの系のキャラクターなんですよ。あいつ天狗すぎてさ。でもあいつって俺杖系の、まあ今一番直近で言うと有名な人じゃないですか。そう、そう、でもこれじゃない。うんうん。で、ラグナクリムゾンのラグナって何かっていうと、まあ、まあ、ラグナのキャラクターと似てるかって言うと似てではないんですけど、うん、なんか似てるんですよ、うん、なんか魅力がある。まあなんかまっすぐ系なんだよね。まっすぐ系だからゴンに近いじゃん、うん、ラグナってわかるわかる、信念もあって、うん、いや、ああいう系じゃない、ああいう系じゃない、ああいう系じゃない、そういう系じゃない、ああいう系じゃないんだけど、うん、ラグナって魅力あるじゃないですか、ね、うん、なんか面白い、見ていたくなるみたいな、うん、でシーンもそのタイプ、見ていたくなるみたいな、ちょっとあの系統は違うんですけど、はいはい、っていうのがあるんで、あの中澤さんもハマってくれるんじゃないかなと思ってるんです。で、キャラクターのね、その声優さんですよ。でこれが主人公のシーンが小野賢章さん。あ、そうなのね。花澤香菜さんの旦那さんね、うん、そうで、小野賢章さん最近っていうか、まあ有名な作品知ってますよ、小野賢章さんの。まあ多分知らないと思うんですよ、中澤さん。はい、なのですごい有名な作品引っ張ってきました。ジョジョの奇妙な冒険第5部のジョルノ・ジョバンナです。ジョルノ・ジョバンナ大好きなんですか。俺も大好きです。え、じゃ結構渋い声の人なの。いや違うんですよ、まあ、まだ若いです。年もね、俺とためぐらい、35ぐらいなんですけど。あ、そうなんです。でもジョルノ・ジョバンナって、あ、ごめんごめんごめん、間違えた、俺が好きなジョセフ・ジョーさん。いやまあまあ3部のね、はい、あ2部か、ジョジョ部は、はいはいはい、でそしてそのヒロインのシュニー・ライザーっていうキャラクターがいるんですけど、うん、まあ、ヒロイン、まあヒロインです。これがセットアサミさん。だからあれでしょ、 P さんは大好きな作品ってことは黒髪ロングってこと。いや、これです。こっち系なんだ。エルフちょっとなんか上田玲奈さんがやりそうな。あー、でもね、俺瀬戸あさみさんだろうなと思ってたんですよ。あ、そうなの。そしたら瀬戸あさみさんだったんですね。で、もう一人、これティエラ・ルーセントっていうんですけど、これティエラはその、シュニーの弟子なんですよね。うん、そう、この子も可愛いんです。で、この髪の毛がね、ポイントなんです、うん、そして問題のこの人です。ちょっとサブキャラみたいじゃないですか。はいはい、はい、この人、声優さん誰だと思いますか。え、超有名な人。超有名な人。花坂さん。正解です。なんとですね、目音で出てるんですよ。目音で。すごっ。夫婦で。いいの？圧力。いいんですか？圧力。圧力っていうか、なんか、講師混同したの。なんか、俺、よくないと思うんですよ。こういうの。でもね、今のところちょっとキャラ出てない、全然惹かれないんですよ。いや、まあ、話が面白いってこと？話が面白い。まあ、話が面白いっていうことと、まあ、ファンからしたら、これもうちょっとキャラデザ、こうデザインされてるのが嬉しい。あ、嬉しいんだ。嬉しいって言ったっけ。よしよしはちょっと別に。まあ一応ちょっとその僕以外のネットの声というところもね、ちょっとおさらいしていきたいんですけれども、まあ悪いコメントちょっと取り上げてみたいと思います。悪いコメントがあるの。はい、悪いコメントといいコメントちょっと取り上げたいと思います、うん、まあ多分ファンですね。作画からやる気を感じない。おお、うん、作画、まあしょうがないですよね、それは。作画はちょっと分かんないよ、まあ、まあだからそのアニメーションのこと言ってるのかな、うん、まあしょうがないです。だからそのアニメ化されたことをまず喜びましょう。2つ目ですね、漫画全巻持ってるからアニメ化嬉しかったけど、キャラデザで絶望させるアニメが最近多くないですか。うーんですね。まあ、中澤さんがちょっとさっきキャラデザに惹かれないってそう言ってましたけど、これ中澤さんですか。なんか口調的にも最近多くないですかみたいな。で、いいコメントですね。ザ・ニューゲート、キャスト様も決定し始めてアニメ化が着々と進みつつあるように思います。ザ・ニューゲートの続報を待ちたいと思います。ザ・ニューゲートタイトルが最高にかっこいいです。タイトルが最高にかっこいいです。ルッキズムやんけこれ。そうですか。そしていいコメント2つ目ですね。ザ・ニューゲート普通にアニメ化嬉しいということ。いや、これが普通で、むしろこのタイミングでアニメ化なんなかったらもう一生アニメ化されないかもしれなかった、うん、もうアニメ化されたことに喜ぶべき。そうです。そこまで、そう、ファンとしてはもうそこまでね、まあ妥協してて変だけど、だって諦めてたもんね。諦めてました。もう無理かもしれないみたいな、そうからふざけて言ったんですよ、うん、そしたら言霊ってあって本当になったんですよ。された。だそのアニメ化されたことを喜びましょう、素直に。もしかしたら始まったら面白いってなるかもしれないから。はい、はい。だから僕はもう本当に楽しみなんでね。もう皆さんもそれをちょっと期待して、第一話の感想コメントお待ちしております。で、その PV 見た、うん、P さんの期待値はどれぐらい？いや、それも俺からは言えないんだよな。そんなひどいの？いや、ひどいとかじゃないです。あ、ひどいじゃない？いや、僕はやっぱファンとして見てるんで。うん、だから、どんなに悪くても、どんだけ良くても、
うわーってなってる。ということでね、大地は感想コメントをちょっとお待ちしておりますので、はい、皆さん、あのザ・ニューゲートのファンの人もね、あの僕以外の人いたらちょっとコメントで絡みたいなと思います。全コメント返ししますので、はい、よろしくお願いします。ということで、期待値は 50% になります。 50%? おいしょバイバイ。